きつい。今日も手加減なしです。しかしさすがです、しおり子さん、息も乱さずについてくるとは。うん、動きも綺麗だよね。集中しなきゃいけないのに見とれちゃった。まったく、もっと厳しい練習でも大丈夫なので私を気にせずにやってください。刺激されるわね。私ももっと頑張らないと。あ、申し訳ありません。今日はこれで失礼させていただきます。お疲れ様でした。お先に失礼します。しおり子ちゃん、早く帰る日があるよね。どうしてかな。きっとお稽古よ。日本舞踊にお茶、それとお花、他にもいろいろやってるって以前愛たちが調べてたでしょ。そんなにたくさんお稽古してるなんてすごいよね。たくさんの習い事にスクールアイドル活動、休日にはボランティア、生徒会の仕事っていつやってんだろう。同好会に来る前とお昼休み、それと最近は朝早く来てやってるみたいだよ。すごすぎます。私がもし同じ立場だったとしてそんな風にできるかどうか。でも本当にお稽古なんて知ってるのかな。かすみ、自分の目で見ない限り信じられません。というわけで、しおこの後をつけてみませんか。でも愛さん、しおっていがどんな風にお稽古ごとしてるのか気になる。正直追いかけたい。練習はもちろん大切ですが、しおり子さんのことをもっとよく知るチャンスでもありますよね。私も気になる。りなちゃんボード、そわそわ。さすが先輩。しおり子ちゃんが通ってるっていう日本舞踊教室、ここだよね。立派な建物。よし、突撃です。待って、かすみちゃん。こんなに立派なとこ、さすがに入りづらくない？ですね。勝手に入ってはいけなさそうです。あ、ここ見て。希望者は見学可能、受付にお越しくださいとありますね。受付をすれば見学できるってことかしら。いいねいいね、これで見学できるじゃん。しおり子ちゃん、綺麗。はい、所作の美しさから目が離せません。やっぱりしおり子ちゃんはすごい。くぬぬい、かすみんだってあのくらい。できないでしょ。